さちゃん話って何どうしたてか寒くないエアコンの温度上げてもらうこれ着るじゃ寒くなったらいつでも言ってねそういうのをやめてほしいん 優しくしないでほしい雑に扱ってほしい適当でいい優雑適ん気使わなくていいのうんー何も気使ってない使ってんじゃん使ってんだよ分かんない <laughs> 荷物とか持ってくれなくていいからあじ自分でも伝え派だったごめんね LINE とかも全部の文章に返信しなくていいからじゃあ 時間ないときはそうするねありがとうお店とかも毎回ちゃんとしたところじゃなくてこういうチェーンの居酒屋でいいからそうだ今日早苗ちゃんがこのお店決めてくれたんだったらそれを俺言うの忘れててありがとうねだって昇君そういう人じゃないじゃんうずいえそそうしてるんだからそういう人なんじゃないの <laughs> 地元の友達リカちゃんだっけ リカちゃんとかには呼び捨てだったて幼なじみだもん <laughs> あサザエちゃんも呼び捨てが良かったあ、じゃあ呼び捨てにしようか何でリカちゃんみたいに扱ってくれないのリカみたいに扱ってほしいのほしいよ、えー、でもそれはもうだってただの友達になっちゃわないいいじゃん友達の延長で付き合うので友達と恋人は違くないなんかそうやって分けてんのがキモい いや <laughs> 怒ったでしょう,うんうんいやまあ早苗ちゃんがうんキモいと思っちゃったんだったらそれはしょうがないことだしじゃあキモいと思われないように気をつけようって思ったよ <laughs> 怒ったでいいじゃんだから怒ってないから俺が早苗ちゃんに怒ることはないよあっていいんだってそのおお怒んないって決めてるのが嫌なのいや決めてないよじゃなくてあの怒る要素がない <laughs> あるじゃん 私よく待ち合わせに遅刻したりするじゃん。それはだってさ、女の子だからさ、時間かかるのしょうがないじゃん。そういうのがほんっとに嫌、いや。あ、わかった何。何怒られたい人ってことつまりド M ってことはははは。<laughs> 私が作った料理さ全部美味しいって言うじゃん必ずだって美味しいもんそんなわけないじゃんまずいのもあるじゃんあったっけえ例えばどれこないだ作った鶏肉とトマトのやつとかさもうあれ味なかったじゃん優しい味で俺は好きだったよ嘘じゃん明らかにこのつくねの方がうまいじゃん俺は全然別物じゃんなんかもうあと早苗ちゃんが作ってくれたっていうので美味しく感じるしね<え>機械と喋ってるみたい心が通じ合ってる気がしない もう付き合って5年だよ。やっていける自信がない。別れたいってことぶっちゃけ俺はさ、心が通じ合うとかもう無理だと思ってんだよね。所詮他人だからさ。だったらそこ目指さないで、お互いが気持ちよく過ごせたらもうそれでいいと思ってるんだ。<laughs> ごめんね、多分、さないちゃんとは価値観合わないと思う。 そういういのが聞きたたかったやっと昇君が人間に見えてきたお互いの価値観を理解した上で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 相手を思いやることが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 。本当の優しさなんじゃないのないのないの。 ごめん遅れちゃった遅えよ早え。サ